り込んでるね、まあ、およそ200メートル先、岸岡町を右方向です。目的地は右側です。お疲れ様でした。すっかり夜ですね。食った、わかった。やっぱいいですね、こってり。ついついチャーハンもつけてしまって、チャーハンセットでしかもラーメン大盛りというね。おラーメン大盛りにしようかな、それともチャーハンセットにしようかなと思って、ラーメン大盛りにしようかなと思ったら、結局チャーハンも頼んでましたね。そしてめちゃくちゃ飛んできてるんでね、ちょっと間を置いてから出た方がいいのかな。ちょっと出入りがえらい激しくなってるんで、私のところ一回折り返さないと出れませんからね。よし、かな。よし、じゃあ、ね、定期的にやっぱね、こっちには死んなか、これはね、もう人類の真理や。ちなみにちょっと街も出てましたけど、あの一人だったんでね、カウンター席そのまま入れたんで、街なしで行けましたね。まあ、こういうやっぱラーメン屋さんはシングルの味方ですよね。こっちは、さあこっからどうしようかね。なんかせっかくやから、近くの駅で無料駐車場歩いたら1回だけね、ちらっと伊勢鉄道乗ってもいいけどな。さあ南玉垣やから、案外こっから玉垣駅って近いはずなんやけどな。どう行くんやったっけな、ここ曲がるんやったっけ。どうせ今から戻っててもめちゃくちゃ道が混むんでね、激積みですからね。やったらちょっと伊勢鉄道で時間を潰すのもありですね。なじで、あの今日乗ろうが乗る前が、あの値段変わりませんからね。しかも曲がって、ちょっと行ったところだったはずなんだよな。さっき言ったのは鈴鹿駅なんですけど、今から行こうとしとんのは玉垣駅ですね。これこっちやったっけな。これイオンだよ。でユニーやろ。もう一つ奥か。確かね、玉垣駅はね、これといった道案内が出てなかった気がするんだよな。やっぱもう一つ、もう一本奥だな。うん、ミスった。次の信号で、そいつだね。多分これで、ストーンと行ったら玉垣駅の方のはずないよな。あ、しまった、花粉症の薬飲まんと出発してしまった。さてと、ここだな。真っ暗で何も分かんないと思いますけど、これ玉垣駅だよね、確か。え、違う、あ、いや車両基地あるよな。玉垣駅乗り場、駅って
ここは特に利用者向けの駐車場とかないのか。あー、そういうことね。自転車置き場オンリー、オンリーかな、そういうことかな。駐車場という駐車場はなんでこのところに踏切あるんだ。踏切あるのかと思った。踏切ないんだ。踏切のやつだけ置いてあるんだ。どこか利用者向けの駐車場って。ないのか。浜崎はないのか、駐車場が。これは使うの？ああ、これでくぐれるんや。それで駅の西側の方に入ったのかな。こっち側に駐車場あったりするのかな。ポンプなき、ポンプなきまでに住宅街だね。え、車両基地か。特にお客さん利用者用駐車場があるわけではなさそうかな。カエルがいるから止まろう。渡れカエル。引かれるぞ、そんなとこ持ったら。そうか、やはり駐車場ないみたいですね。まあ、こんだけ広いところなんで、なんか止めといても問題はなさそうな気もするけど、さすがにね、そういうわけにもいかないんで、また来週ちゃんと来ましょう。